石垣港離島ターミナルです。コロナの影響もありますが、平日なので人は少ないです。事前にウェブ予約すると 5% の割引になります。当日便の変更も可能ですが、その際割引は適用されません。乗船するフェリーが到着しました。出港です。この辺り波は穏やかでした。
です。ここからがゲラ戦の本領発揮です。何度も空中に浮いては海面に叩きつけられるを繰り返します。これを初めて経験するとすごく怖いと思います。私は5年前に西表島に宿泊しました。その時に船釣りのアクティビティを予約しました。一組の家族連れと一緒でした。漁船というより小型のボートで波照間島近くまで来ました。その時満足できる大きな魚は釣れました。でも半端でない船の揺れで立ち上がることができません。家族連れの子供は最初から船酔いで倒れてしまったくらいです。大げさですが正直私も死を覚悟したくらいです。その経験があるのでそれほど怖くはなかったです。でも船酔いの一歩手前くらいにはなりました。この動画が気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。